お楽しみに。さあ来ました、そんなラブちゃんの力を借りたいという。さあ来ました、いらっしゃいました、どうぞこちらに。どうもお久しぶりです。どうぞ、竹先輩おはようございます。いやいや、竹先輩おはようございます。またです、またです、どうもまたです、またです。僕いただいて、僕いただいて、どうもこんにちは。先輩のファミリー、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 すでに。ありがとうございます。自己紹介お願いします。お願いいたします。はい、じゃあ僕からいきますかね。前回、早めの、ね、ニコラジさせてもらって、今回早めの凱旋を果たしました。どうも、占いハマってしまった俳優荒谷です。よろしくお願いします。もうね、荒谷ち改め占いやちみたいなおかしいのよ。占いだって勝手にここホームだと思うんでしょ。こんなにすぐ来てくれると思わなかった。だけがとにかくあの終わった後もいや気になるな、すげえ気になる。大好評で好きだった、ハマったね。本当にね、今日から連れてきてくれた。そうです、ということで、はい、やって、はい、お願いします。はい、どうも、初めてのニコラジ少しドキドキしております。 D-BOYS のアイドル前山隆さんです。声がいい、声がいい、声がいいよ。そしてどうも、池岡亮介です。お願いします。はい、涼くんの舞台で、そうか、そうなんですよ。だから来てる。そうなんですね。でもその時は髪の毛の色が赤色だった。そうだ、全然違った。そう、あ、ちょっとこじらせた時で。中二病。そういう役だし。そういう役だし。こじらせちゃうからね。そうだそうだ。このスリーショットよくあることなんですか、どうなんですか。そうですね、昔多いですね。結構ある。本当。結構ありますよ。D-BOYSの中で。D2 って同じメンバーなんですけど、もう昔から結構デビューから、そうですね、僕のデビューからずっと一緒か。そうだね、そうなんですね。で、今ちょっと早速ね、話ありましたけど、この男のことは知ってるんですか。知ってます。もちろん事務所のね、最近突然入っちゃうけど、そういうのか。うちの15周年のパーティーがありまして、その時に合わせていただいて、聞いたんですよ、その時も先週。15周年のパーティーに2、3週間しか入ってないやつ司会さん、おかしいでしょ。もう1週間でいきなりの舞台が欲しい。もうでも今日バターですから。ほらこの一言で、もう竹本さんって D-BOYSいないからもうお前も来ないっすよ。よろしくお願いします。お前の面倒さ、皆さん、皆さん、じゃあちょっと説明して、先輩のこと、僕の方からじゃあ説明させていただきます。はい、D-BOYSの方々でございますけども、2004年に結成の俳優集団でございます。荒井篤さんが2008年、そして池岡亮介さんが2009年、で、前山隆久さんが2010年にデビューいたしました。この演技の活動を通して夢を追いかけ、アメーバのように広がり続けるキャッチコピーに、現在 D-BOYSの中でも大注目のお三方でございます。このキャッチコピーね、僕らさっき知らなかったんですよ。さっき初めて、アメーバーって初めて聞いたな。そうだね、アメーバー。だからこっちまで降りてきてないですよ。キャッチコピーふわっとしましたけど、俺らアメーバーだなってさっき。しかもニコニコとかでこんなにアメーバーやめよ言われて、怖いですね。あっちも出て帰るみたいな、ダメなんですけど。そうか。ただね、その渡辺エンターテインメント、はい、その事務所、こう、例えば、ルールみたいなものってあったりするんですか。入ったら何かをしなきゃいけない。なんか、あれは、はい、もう何もわからない状態なんで。そうですね、デスクルーム、事務所の、はい、に入るときに、大きい声で、おはようございます。なんとかなんとかですって自己紹介をしないとダメなんですよ。あー、入るときはプラットなんかチーズとかじゃダメだと。うわ、ダメですね。チーズって入るのもなかなか度胸がある。それはでも、ベテランになってもそうなんですか。多分、もうマネージャーさんがいっぱいいるんで、わからないから、少しでも覚えてもらおうってことで、デビューした時からそれは守ってますね。だからもう売れちゃえば別にいいんだよね、そこはね。まあそういうことになりますけど。そうですよね。おはようございます、中宮ですってのは絶対変ですよね。そういうことだ。そういうことやってるじゃん。いや、もう大きい声で挨拶っていうのはもうここでも僕はやってます、一応。やってる。おー、これじゃあ、デスクルームに入るときに。あと、例えば、あれは何ですか。例えば、先輩は、例えば、ほら、後輩からいっぱいおごってもらえるとか、そういうのもあるんですか。うわ、なんか、あれで、おいくつでしたっけ。年齢をね、言ってないらしいんですよ。あ、年齢をね、まあ、めんどくさい。めんどくさい。いや、あのですね、今、年齢を公開するか、公開しないか、今、社長と話し合ってるところ。あ、なるほど、そうなんです。いや、それは俺たちは何も言えない。そうですね。そうなんだ。実は、あんなに隠してたのに、社長に言われたら言うんだ。中途半端な。何も逆らえないのよ、かも。俺、ずっとこじらせたまま、もうこの年になっちゃったんです。ずっと誰にも言ってない。山田さんもそうですよね。俺、ずっと消してんだから、もう一回だから。立場は一緒に。慣れて消さって、消して、毎回大変なんだ。これ20年前半っていうこともあれば全然、はい、じゃあもう同い年ぐらい、年が近かったらもう友達みたいなもんなんで。そうですね。じゃあやっぱりなんかそういうおごりとかそういうのないんだ。じゃあ、まあ先輩後輩意外とないかもしれないですね。そうなんですね。じゃあそんなとこ
で、まあ、厳しい条件がきっちりあるわけでもないんだね。いや、そうですね。でもやっぱりこれからもお世話になるので、まずはご飯ごちそうさせてください。ぜひ、僕今あ、聞きました、今ぜひ聞きました、今僕聞きましたけど、ご飯ごちそうさせてください。そうですよ、すいません、ちょっとユーチューバーなもんですよ。ユーチューバーなんですよ。まずはご飯ごちそうからの好きなことで生きていく。そうなんですよ、ちょっと成功者のことで生きていく。そうなんですよね、これ。ご飯を一緒にこうね、同じ釜の飯を食うっていうのは大事なことだと思います。マリオさんとかラムちゃんだって俺されたことないぞ、それ。違うね、今この放送でルールがあって、僕が一噛みすると100円募金するっていうのがありまして。そうだね、6800円今溜まってるんですよ。もうちょっとだ。結構出ますね。今日もいっぱい噛んでる。今日噛めば噛むほどその時のご飯代みたいなのができてくるってことで、ずっと今山田さんとそういうお話になってるから、もう変な汗出てるね。先輩が来たからってもうそんな感じなんですか。緊張しますよ、それはもちろん。今までただの素人だったろ。いやもうねえ、ちょっと今日はね、リーボーズ来てくださってますから、いろいろいっぱい聞いていこうと思って。そうですね、はい、用意しております。ちょっと実は、企画をご用意させていただいております。まず最初の企画はこちらでございます。リーボーズデンジャラスアンケートショー。大丈夫、これなんかぐちゃぐちゃになっちゃってるけど大丈夫。デンジャラスはまだ太田プロなんじゃないの。いやそういうことじゃない。そういうことじゃない。そういうことですか。そうじゃないの。こちらなんですけども、事前にですね、皆様にアンケートを取らせていただきまして、まずその中から気になったことを、まず皆さんにお伺いしていこうと思います。まずですね、アンケートを取らせていただいたテーマがこちらでございます。メンバー一人一人のキャラについてお伺いしていますということで、はい、こちらを一人一人、お伺いしたんですけども、こちらを一つずつじゃあ発表していきたいと思います、まずは、新井さんからじゃあ、新井さんのキャラクターを、一言で表すとこちらでございます。はい、新井さんからすると意外とおしゃべり、これ。そして清岡さんからするとおしゃべり、そして新井さん本人からおしゃべりというね、おしゃべりあつし君でございます。こちらをいただきましたけども、すごい。それはじゃあちょっと池岡君に聞いてみよう。どういうことおしゃべりなの。いや、僕高校の同級生なんです。そうです。うん。ああ、そっかそっか。で、その時からもうクラスでムードメーカーっているじゃないですか。ああ、はい。まあ先日聞いて喋ったりとか、イベントとかも彼に任せておけば、もう僕ら黙っといて大丈夫。っていうぐらい、はい、前からは喋りがペラペラ喋ってますね。思ってもないことをいっぱい喋ってますよ。いや、思ってないことダメでしょ。いや、それはダメやろ。考えてる喋る、無意識に喋ってる。そう、プロだ、プロだから。すいません、すいません、すいません。前もでもそういったちょっとこうイラッとしたりとかそういうのないの。いや、イラッととかはないですけど、僕意外とおしゃべりって書いたんですけど、最初会った時はなんかクールなのかなとか思って。黙ってるとね、イメージ的には顔的に、顔的に、うん、ありがとう。でも喋ってるうちに、あれおかしいな、ずっとアチが喋ってるな、俺のずっと俺のターン、俺のターン、なんか全然来なくなったの、あれ魔法かけられたのかな。自分のターン来なくなるぐらい。そうなんですよ、気づいたらそうなってますね。ちょっとね、占い的に聞いてみますから。はい、ラブさん、ちょっとこれおしゃべりキャラは占い的にどうなんですか。まあまあしょうがないんですよね。声の仕事が向いてる人なんで。そう、前回もそうだったね。はい、でとりあえず自分のペースに巻き込むのがうまいんで。おで、前山君の方がすごいドライなんですよ。客観性が高いんですよ。おお、そうなんですね。はい、だからもう聞き役に回っちゃうんですよね。ついついね、クールにこう自然とね、ね、横にいれば自然と。じゃあその立場は自然とそうなっちゃってる。なっちゃってる、成り立ってるんですね。そういう感じなんですね。相性もいいんですよね。双子座に水瓶座だし、風の星座同士なんで。へー、ライト。池岡君とはどうなの。池岡君は、ちょっと神経質なんで。いや、本当そうですよ。意外とそうです。ちょっとだからなんか言葉選ばないと、そうそうそう、嫌われちゃうかな。いや大丈夫です。ちょっとどうですか、今時間がありますか。ちょっと今何が今あったんじゃないかという。いや、まあそれはズバッと言って。怖い怖い、当たってるかもしれないよ。そうなんです、そうなんです、とにかく当たるんだよね。本当そうですよね。ちょっと荒井くんに感じる。で、前に言われましたよね、ボブの女に気をつけろとか。そうです、もちろん縁切ってまいりました。縁切ってまいりましたよ、ボブの女と。仕事のためならば何人でも縁を切ります。かわいそうだよ。すげえ僕の CM やりながら僕の女なの。なんでそんな僕の女の。こいつはもうかわいそうだよ。僕には友達がいません。すごい縁切ってよ今。完全に出てるよ。だからなファンでボブの子どうしたらいいんだよ。ちょっと今から今までちょっとボブの女だ。ボブの女いっぱいいるぞ。
どれがボブ、どれがボブ、さりげなく皆さん髪を後ろに持ってきましたね。どれがボブだ、急いで結んで急いで結んで結ばないとボブの基準がわからんね。じゃあちょっと、じゃあその言っていたクールなこのちょっと神経線池岡君、みんなにキャラは聞いてます。そうですね、こちらキャラ一言で表すと一体みんなどう思ってんのか。こうなりました、ドン。はい、新井さんから酒飲み、そして真山さんからのんべえ、そして池田さん本人は自由人とよく言われますと。拍手が今鳴りやみませんよ今。これこれはね、もうファンの方はみんな知ってる、もう有名な話ですから。もう有名ですね。ファンにバレてるぐらいのんべえってことは、そこら辺でもう寝ちゃってるってことですか。いやいや、寝てるんじゃないんですけど、でも一人でよくブラ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 行ったりするので。一人でよく飲みに行くっていう、一人が。これよっぽど好きだよね、一人で行くってこと。一人で飲むとどうなっちゃうんですか。飲むと、でも、まあ、時の場合によりますけどね、で早めに酔う時もあれば、うん、でもまあ一人で飲んでることが彼は多いんで。そう、本当好きだね。そう、だから、ね、こ、まあ、こんな感じだと思いますよ。でも早く酔いたいんですよ。そう、そう、あ、言うんですよ。ペースが早い、早く酔いたい、まあ、とりあえず早く酔わなきゃって、酔った感じが好きだから。だからね、だから一緒に飲んだりすると立ち悪いんですよ。あー、なるほど、酔われるから。すごいスピードなんだ。そうそう、もうどうなるんですか、酔うと。酔うとどうなんだろうね。一回思い出しました。お、酔って、はい、お店出て、はい、なんかそのまま走って行って、はい、どこ行くのかなと思ったら花壇に座ってました。花壇に座って、意味わかんない、謎なんですよ。言うたら気候衆ですよ。大丈夫、気候衆で花をめでてるんですよ。マジで、マジで、おかしいですよ。走りたくなる。飲むと走りたくなる。びっくりした。一回舞台とかでも体力使ってるでしょ、だって十分。でも、いや、一回お酒でリセットされるんで。そうなんですよ。あはぁ、お酒がいいスイッチになってるというか。自分なんか普段あんまりその喋ったりもしないですし、なかなかその人と話すのも苦手なので。そうなんですね。で、全く知らない人たちとお酒が入ったら、もう何でも話せるじゃないですか。そうですね。楽しんで、はい、一番楽しいですね。まあ、うわ、先ほどの中このままでいいんでしょうか。ちょっと占ってもらって。お酒に関することですけど、ちょっとかなり破天荒な感じですよ。はいはいはい、やばい、走ってかなり座ってるという。疲れたかもしれませんよ。あ、どんどん人に迷惑かけてください。いや、これ決まったよ。やっぱ、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 ラッサンめっちゃやった。俺ね、そうなんですよ、僕甘えたいんですよ。これ、おっと、やべ、また不安が増えた。どん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 情報出てきますね。心配かければかけるほど仕事運、恋愛分かります。やべー、すごい。迷惑かければ、そんなすごいことある。なんで、ね、水拳みたいな音ですよ。飲めば飲むほど。現にね、ファンの子も喜んでるもん、今なんかその言葉を聞いてなかった。もっと心配かけろとか、そういう方が無性本能くすぐるでしょ、だって。じゃあ一回、飲み会しましょうか、みんなで。いいじゃん、飲み会イベント。そう、飲み会イベント、楽しいね。飲み会で呼んでも、だって一番最初に呼んだよ。そうそう、一気に走って、覚えてカナン探しに呼んどいて、カナン行っちゃうの。呼んどいて、カナン行っちゃう。大変ですね。いいです、このままで。大丈夫だって。なんか週刊誌に酔っ払って潰れてる写真とか載った方が。やばいんじゃない。カナンのお花と話してる写真撮られる。これはちょっとね、ちょっとやばいから、社長にもみ消してもらう。ぜひね、そこに使っちゃいますか。そうそうそう。いや、すごいな。すごい、これはこう、ね、だって公認になったから、ね、もう迷惑かけていいんですよ。D ボーイズに一人ぐらいそういう人がいたっていいんですよ。確かに、破天荒なね。そうですね。そうですね。ね、さあ、来ましたよ、今度は。はい、前山さん、はい、一体みんなはどう思ってんのか。どう思ってるのか、うん、前山さんのキャラ、一言で表すとこうです。新井さんがチワワ、そして池原さんが幼児体型、そして真山さん本人がゆるふわ系という。なんでそれ可愛い。いやいやいや、なんか昨日まとめたよね。いいじゃん、いいじゃん。でも俺ゆるふわ系です。これ、ゆるふわ系じゃん、どう見ても。一つ一つ聞いていきましょうか。まずチワワって何ですか。まあ結構、まあ顔的にはダックスフントに似てるんですよ、この結構、本当に。なんですけど、なんかそのよくね、震えるんですよ。震える。よく小刻みにチワワって結構震えるじゃん。ね、じゃあだからなんかね、いや、もう本当に、いや、じゃあ体が震えちゃうんですよ。なんか筋トレとかとか、すごくもうなんか全然きついストレッチ、きつくないストレッチでもずっとこう、でずっと震えてるから、お前本当に大丈夫かなと心配になるよ。そうそうそう、だからそういうのが全て含めての、まあチワワっていう。可愛い動物っていうか、可愛いなっていうぐらいの。まあまあ犬好きなんでね、それ嬉しい。もうなるほど。そしてそれを聞いた後の幼児体型、やめてくれよ、幼児体型。何を見たんですか。なんか第一印象なんです。まあちょっと体を見たんですけど、体を見て、なんか第一印象で、まあ結構ね、ファッションセンスが
あ、そう、いいんです。なんかすごいモコモコの服とか着てて、あの、まあ多分体型隠れてたんでしょうね。一回なんか、あ、なんか裸見たんですよ。なんか、なんか、なんか、なんかのタイミングで、はい。そう、裸見た時に、もう綺麗なほど寸胴あ、実は結構まっすぐで、そうなんです、つるっとしててつるっとしてて大丈夫ですかって言っても、ダックスフットだから、ダックスフットだから、ダックスフットだから、そうだね、いるやろ、そうそう、いるやろ。